ようこそ。皆さんこんばんは、パパゲー。海外の TikTok ではこんなお金稼ぎあるって本当かよ、なごくん。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパデラです。というわけで今回もまた海外で流行っている TikTok を試していきたいと思います。まず一つ目なんですけど、1500万ドルのグリッチというわけで、この島に行くとどうやらもらえるようです。このバッグがあるようなんで、実際の GT オンライン PS4 で行ってみたいと思います。実際に現場に行ってみたいと思います。まずは PS4 でこの埠頭のちょっと北にあるあたりですね、ここに行きます。そもそもああいったパッケージというかね、バッグなんですけど、ジョブ中にある以外はほとんどモッド、 PC 版モッドとか PS3 のモッドとか、まあそういったものじゃないかなと思うんですけど、実際ねちょっと期待をねしながら行きたいと思います。ここで1500万もらっちゃえばね、アップデートはねお金稼ぎしなくていいんじゃないかなと思ってます。着いたんですけど、やっぱりねない感じですね。全然ね見当たらないっていう感じで、まあバックはねやはりねキャプチャーとかで出てくるようなやつですね、ないんでね、パパゲルタブチ切れでね、オプレッサーバック2ねバクバクにしてますね。はい、全くね、ろれつが回らないパパデゲールさんなんですけども、続いてはですね、1億ドル手に入るという、まあ、このねビルディング、まあ建物の中に入る、そして、電話をかけるとなんかもらえるようなんでね、この番号をね55010なんとかっていうのをねかけてみたいと思います。実際の現場なんですけども、ここね、ギャングがいるあたりですね、気をつけなくちゃなりません。でこの建物の中自体は実際このようにね入ることができるので、ちょっと面白いかなと思います。では中に入って電話かけたいと思います。携帯で上十字キーを押してから電話帳のところで四角ボタンかな、でここで、番号をね打っていきます。で最後四角で電話がかけられるということで、まあこれ以外にも例えば119とかに電話すれば、例えば警察とか消防とか救急とかっていうのは結構使えたりします。なので全然かけたことない人は意外とねこうやって電話番号かけられるっていうのを試してみるのもいいかなと思います。ではね、実際のね55501、0で、3かな、でこれで、四角ボタンで電話をかけます。電話をかけるとどのような反応をするか、ここでね1億ドルボンと入ったらもうアップデートはお金稼ぎいらないかなと思ってますね。はい、やはり電話をかけると、はい、このままかけると、はい、全然出ない、はい、この番号は現在使われておりませんというわけで、お金稼ぎにはならない。これ TikTok やっぱりね怪しいものは全部嘘くさいですね。はい、というわけで、パパゲルさんまたブチ切れで、あちこち蹴飛ばしてます。はい、というわけで続いての、マネグリッチもどんどん試してみたいと思います。あ、これ蹴飛ばすとちょっと動くんですね、お得ですね。はい、続いてなんですけれども、はい、もう無限のお金稼ぎ2人でやるというわけで、フレンドさんに、1万ドルの賞金をかける、かけた後で、そのフレンドさんが、バイクに乗り、カスタムショップに入ると、でちょっと改造して外に出て、倒すとお金が入るようなんで、ちょっとねこの見本を見ながら、よーく見ながら忠実にやっていきたいと思います。まあ1万ドルのね賞金をかけました。で続いてカスタムして、ここのカスタムショップを出ると、でヘッドショットで、倒す、すぐに降りて倒すと、はい、お金がブンって入るっていう感じですね。すごいなこれ、100倍、すごいんじゃない。じゃあ実際にやってみたいと思います。はい、まずレスターに電話で、ここで賞金をかけるというのがあるんですけども、この時点で1万ドルをね、損してますね。でこのままかけていきたいと思います。でかけるときに、注意したいのは、間違ってね、かけたくない人にもねこうよくね料金をかけてしまうということが公開接種あると思うんですけど、かけるときは注意してください。でかけたらですね、このまま、フレンドさんと一緒に、ロスサントスカスタムに入っていきます。入ったらここでフレンドさんは、アーマーとか一箇所何でもいいんで、カスタムしますね、ここね。で、フレンドさんがねカスタムしてるときは自分の画面はこのように見えないですから、外に出た瞬間に素早く三角で降りて、ピストル構えてヘッドショットで頭を打ち抜くと、ここでブンと100万入るはずなんですけれども、9000ドルと、はい、やっぱりこれも TikTok でした。はい、パパゲルさんまたブチ切れで、バイクを蹴飛ばしたいのに蹴飛ばせない、どうする口盛り。これもう TikTok のマネーグリッチはもうね、大体できないということでブチ切れてここに突っ込んじゃいましたね。はい、続いてなんですけれども、どうやったらお金こんなに稼げるのというわけで、ここに行ったら、お金がもらえると。マップは大体この辺りで、
歩いて行ってくださいっていうことなんですね。で屋根に登る、そしてここを登って煙突がありますから、その中に入るとお金がブンと入ってくるっていうことなんですけれども、さあ実際のところ行ってみたいと思います。まあね、とりあえずねここなんですね。で、ここのね、ところ四角でジャンプしながら、登っていきます。意外と登れます。続いてこの屋根のねところ行って煙突の中入ります。入ったらお金がブンと入るはずなんですけれども、さあどうでしょうか。お金ブンと入らない。やっぱり入らない。全然入らないので煙突の中で暴れちゃいます。パパゲールさんはまた暴れてます。というわけでね、今回もまたお金もらえなかったので、アップデートがお金不足です。困ってます。はい、続いてなんですけれども、続いては新しいマネーグリッチというわけでね、すごいんじゃない。まずここのか、コンビニに行って、強盗をすると、で、逃げて手配度を消してレスターに電話して車を要請する。でその車に乗ってもう一回コンビニに戻ってもう一回襲うと、その時に出たお金がブンとめちゃめちゃ稼げますよってわけなんで、まずコンビニに行きたいと思います。まあ、コンビニの強盗っていうのは基本的にレジの中身がまあちょこっと700ドルぐらいかなと、で襲った時に1000ドルちょっとぐらい入るんかなって感じで、まず銃をね店員さんに向けます。向けた時に店員さんを撃たずにこのまま周りをちょっと撃つぐらいにして、この脅迫っていうのねゲージがどんどん上がるのを待ってください。これちょっと時間かかりますからね、スキープします。でこの時に出たお金を取らずにそのままします。これがね何十倍にもなるって話なんで、普通は1000ドル程度で、まず手配度を消すためにちょっと逃げます。まあここでねやられちゃったらダメなんで早く逃げますね。で屋根の上で待機して手配度が消えました。でレスターに電話で、車両を特定するというねまあ、やつがあるんですけど、普段あんま使うことはありませんね。でこれね特定するとねここにあったので、これ拾ってもう一回コンビニに戻ります。コンビニに戻ったら店員さんまだ生きている状態になってますので、もう一度襲ってください。脅迫します。でこの時出たお金がなんと何十万ドル何百万ドルってなるらしいので、さあ拾ってみましょう。どうでしょうか。はい、1297万ドル。はい、というわけで全然稼げないというわけでね、これも TikTok のマジックでしたね。このまま、店員さんもちょっと倒して八つ当たりで店の中を荒らしていきたいと思います。というわけでね TikTok なかなか闇が深いですね。PC 版もっといっぱい使ってるのかな。はい、続いてなんですけれども、まずはね、野良車両を拾ってくださいと。で野良車両を拾ってカスタムショップに行って、一番上の保険だけ、保険っていうかトラッカーですね、個人車両化っていうやつですね、これをつけると。でこれをつけた後にですね、保険はなぜかつけずにバックして戻って、このまま、自分のガレージに入れると。これガレージに入れる時点でこのトラッカーっていうのはね普通のねつくんですけど、まあなんでかこれつけるんですね。その後ね、タイタンジョブを開く。タイタンジョブ開いたら、閉じてもう一回この車乗って持っていくと、なんと283万ドルと。これデラックスよりめちゃくちゃ高いと。すごいですね。野良車両が280万で売れちゃったら、これものすごいマネーグリッチになっちゃいますね。じゃあ実際にやってみたいと思います。まずは同じように野良車両、適当なものを選びます。でたまにね野良車両でも保険かけられない高級車両とかありますから注意してください。これはね保険かけられるロスサントスカスタム入るので、一番上のトラッカーだけ個人車両化だけします。でフル保証プランはつけずにこのままガレージに突っ込みます。満車の場合は LH、RH8 とかちょっと入れ替えてね、やっていきます。いらない車両と入れ替えちゃいます。入れ替えた状態でこの車両に乗り込みながら、まずね、オプションからオンライン、ジョブ、ロックスターゲーム作成、ミッション、タイタンジョブをロビーまで開きます。まずこのまま10台ガレージから開始して、で上空に行きロビーに行く。ロビーに行ったら×丸で退出する。戻ってくると、これにね重なってる変な状態になってますから三角で乗り込む。でロスサントスカスタムに持っていくと、この野良車両が280万ドル以上になるって話なんで、さあ期待したいと思います。このままカスタムショップ行き、ちょっとね傷ついちゃったんでこれ直します。で売却しちゃいます。280万ですからね、これお金持ちですね。これもらっちゃったら、はい、3500ドル。全然もらうことができない。 TikTok ひどい、闇が深いです。さあ続いてなんですけど、いよいよラストです。このシークレットロケーション、秘密の場所のジョブ、このまま歩いて入って、
で、ジョブに右十字キーで入りロビーを退出すると三角連打で、なんと車が出るので、これを売却すると100万ドルというわけでね、めちゃくちゃシンプルですね。じゃあ実際にね、これね、トレバーの家の近くですね、ここ行きます。で、右十字キーでジョブに入りたいと思います。さあ、いよいよもらえるのか、右十字キー。さあ、そしてロビーに入ったらバツ、まるで退出瞬間三角を押してみます。さあ、ロビーに行く。続いてバツ、丸。こんなね、ジョブに入っただけでね、100万ドルの車無料でもらえるんだったらみんなやってますよね。でもね、やってみたいと思います。さあ、ロビー退出したらいよいよ車がブンと出るか出ないのか。でんどるでてん、車出ない。何回やってもこれ出ませんから、パパゲールさんブチ切れで、この後、もうこのねサークルの上で自滅しちゃいたいと思います。というわけで TikTok は闇が深い。本当にあらゆる TikTok 今まで試しましたけども、まともにできるのがほぼない。ただ裏世界はちょっと入れて遊べるかなってぐらいで、よかったら参考にやってみてください。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。Smoke weed every day. Hold up.